そういうわけで、私もしばらく抜けさせてもらうわ。リアルでもここでもやらなければならない用事が多くて、しばらく自由にやりたいの。もともと SBC フリューゲルのクエストを共闘するための臨時加入のつもりだったから。スコードロンは脱退させてもらうわ。それとしばらくは連絡も難しいかもしれない。少し前から考えていたのだけど、 SBC フリューゲルのクエストが終わるまではと思っていたの。これは仁義と私の気持ちの問題なの。ごめんなさいね。そんな顔をしないで。あなたは強いから大丈夫よ。クレハちゃんの問題もいつか解決するわ。またいつかご縁があることを祈っているわ。その時はまた仲間にしてちょうだいね。まさかゼリスカまでスコードロンを抜けるとは。急な話で驚いたよ。事前の相談はなかったのかい？なかったのです。でも SBC フリューゲル攻略にみんな忙しかったので、ゼリスカは優しいから言い出せなかったみたいです。だからクレハもゼリスカもすぐに帰ってきます。すぐじゃなくても必ず帰ってきます。残念ながら僕はそうは思わない。人は突然離れ去ってしまうものなんだよ。引き止めるなら早い方がいいんじゃないかい？僕も探すのを手伝うよ。冷静な判断だね。では僕の力がいらないならしばらく自由にさせてもらおうかな。さっき言ったろ、人は突然離れ去ってしまうものなんだと。少しは前のスコードロンに顔を出せとパイソン君がうるさくてね。もちろんフレンド登録を削除したりなんかしない。いつでも気軽に僕のホームまで遊びに来たらいい。僕は彼女と冗談を言うシチュエーションではなかったね。ごめん。では失礼するよ。なんでみんないなくなっちゃったのですか？こんな偶然あるんでしょうか？不思議です。そして何より寂しいです。